しこみたいね。チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ。チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が。Finally got the update for the Kikuchi music replacer mod for this game, which has been updated for 2.00 because it wasn't working before. Kind of went ahead and went to the end of this, but I'm gonna go back because I didn't have the music mod and I like this music to be included. So yeah, we're gonna get right into it.I'm not sure if this is the one. Okay. Yep. We are back with Goku. Yeah. Okay. Anyway. Let's continue. お久しぶりですね、孫悟空さん。今回も無事に予選を通過したようで。って、お仲間もぜひぜひ今回も。おっと、話が長すぎましたね。そうですか。また後で来てみっかな。Checking さあ、そろそろ本戦開始です。準備はできて、なるほど。やる気十分。盛り上がっていきましょう。Awkward phrasing, but okay. Let's go. ご来場の皆様、大変長らくお待たせしました。ただいまより第23回天下一武道会を始めます。第1試合はタオパイパイ選手と前回の優勝者天津飯選手の対決です。では両選手どうぞ。 Oh, this guy again. 目に物見せてやれ。 Let's go, Tian. 安心しろ。とりあえず殺しはせん。試合では半殺しにしてやるだけだ。貴様と悟空は私が優勝した後でじっゆっくり料理してやる。Let's go。 それでは第1試合始めてください。 No holding back now。 Yeah, I get the rules. Okay. 覚悟はできているな。はい。それはよかった。でもあっさりと片付けてやろう。天津飯よ、覚えているか。かつて私がお前を鍛えてやったことを。この意味がわかるか。貴様はあの時よりも地獄を見るということだ。天津飯選手と戦うパオパイパイ選手は天下一武道会初出場の選手であります。天津飯選手の攻撃がパオパイパイ選手に入りました。 Oh, that was close. I thought I was gonna get ringed out。王をあだで返す愚か者だ。私は亀仙流になったわけではありません。ただあなたたちの考えが間違っているのではないか。そうですか。この私に説教でもする気か。偉くなったものだな。やはり貴様にはあの時のように自力を見せて目を覚まさせる必要があるな。ペイバック。どうだ、苦しかろう。 Get that combo up。 これがあなたの力なのですか。なぜチャオズはあのような目に。もっとやりようがあったでしょう。 No hold back now。 だがな、私の力をこの程度だと思うなよ。私はまだ本気を出しておらんのだからな。だから今のうちに本気を出すことをお勧めします。武道家として全力を出せずに終わったら心残りとなるでしょうか。 Finished。 ここまでにしましょう。勝負はほぼ決まりました。 That's some payback。
まさかこんなことが。タオパイパイ様、チャオズにしたことは忘れます。もうやめてください。私はあなたが考えているより強くなりすぎてしまったのです。ふざけるな。私に戦い方を教えてくださったのは鶴仙人様とあなたです。無様な負け方をさせたくありません。退場してください。 Just leave, bro. 貴様、この私をコケにするか。反則です。 Jad, he's got a weapon. 武器の使用は固く禁じられております。この勝負、天津飯選手の勝ち。天津飯、うるさい。もう試合などどうでもよい。武道家としての誇りもなくしてしまったのですか。 That means I'm holding nothing back. 偉くなったもんだな。せいぜい補作がいい。その口も今に聞けなくなる。とっておきの兵器、スーパードドンパで貴様は死ぬのだからな。セットしたぞ。これでどんなに逃げようとスーパードドンパがどこまでも追っていく。Come on. このサイボーグタオパイパイ様を見くびったのが運の尽きだ。さあやれ、やってみろ。地獄に行ってから後悔せい。スーパードドンパ。You just caught it out of existence. Didn't even hurt. 気合で、気合だけでスーパードドンパをかき消して。Not so flawless now. It's payback for his friend. No.数日は目が覚めないでしょう。連れて帰ってください。そして、二度と我々の前に姿を現さないでください。Get out of here, goofy looking man. この恩知らずめ、貴様、ろくな死に方はせんぞ。やったな。ああ。まいったな。ちょっと強すぎますよね。大変なハプニングがありましたが、続いて第2試合に行きたいと思います。選手の準備が整い次第始めますので、しばらくお待ちください。よし、次はオラの番だ。相手はあの可愛い子ちゃんだろ。くー、いいな。まだ言ってんのかよ。やれやれ。悟空、分かってると思うが、準備ができたらスタッフに連絡しろよ。あ。やっ。どうしただ。ひょっと。いや、さっぱりだ。ふん。教えてなんかやらねえだ。お次は第二試合ですね。準備はよろしいでしょうか。 Is that the second match? わかりました。それでは第2試合を開始。それでは第2試合を開始します。 Goku vs. anonymous person we definitely don't know. なんかおめえいつも怒ってんな。なんでだ。自分の胸さ聞いてみれ。い両選手の入場です。第2試合は前大会で惜しくも優勝を逃した孫悟空選手と、女性でありながら堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望選手です。匿名希望選手は訳あって本名を明かせないそうなので、こう呼ばせていただくことにしました。どうもわかんねえな。おめえオラのこと誰かと間違えてねえか。間違えてねえ。おめえ孫悟空だろ。そうだけんどオラおめえのこと知らねえんだよな。むか
まだユダか。始めますよ。よろしいですね。それでは第二試合始めてください。なお、オラおめえに会ったことあった？ある。ほんとか？いつ？ほら見れ、何もかんも忘れちまってっから。オラ腹立ててるだよ。乙女心も知らねえでよ。約束も忘れちまってのか。約束？約束ってオラが？おめえとなんて約束したんだ？オラのことお嫁にもらってくれるって。お嫁？ん？今頃やっと思い出したようだべ。クリリン、お嫁ってなんだ？教えてくれ。バカ野郎、お嫁にもらうってのは結婚するってことだよ。夫婦になってずっと一緒に暮らすんだぞ。悟空、それ知ってて約束したのか？一緒に暮らす？おめえとかほら、そんな約束したか？一体誰なんだ？頼むから教えてくれ。はっ、しょうがねえ、オラに勝ったら教えてやるだよ。ほんとか？いがた、オラ名前も知らねえやつとずっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃったよ。へっ、もう勝った気でいるだか。じゃ、行くかな。覚悟しろよ。やれるもんならやってみるだよ。ふん、いけねえ、やりすぎちまったかな。出ましたよ、悟空。孫悟空選手の勝ちです。今のは一体何もしていないのに。何もしとらんことはないぞよ。悟空は凄まじい勢いで拳を繰り出したはずじゃ。その時に生じた衝撃波のようなもので、あの子は避ける間もなく吹き飛んだ。てぃ、おい、しっかりしろ、大丈夫か？さすがだべ、やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。なあ、教えてくれ、おめえ誰なんだ？まだわかんねえだか。オラ、牛魔王の娘の父だよ。父？ああ、そうか。父を嫁に？オラたちもうちっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。ん？何くれるって？やだ、わかってるくせに。なんかようわからんけど、くれるもんならもらいに来っぞ。思い出したぞ。いた、オラ確かに嫁もらいに来るって言った。やっと思い出しただか。そっか、オラ嫁って食い物のことだとばっか思ってたのに。ま、いっか、約束しちゃったもんな。じゃ、結婚すっか。んだ、おっと、なんとなんと、孫選手、結婚してしまいました。くっつくなって、歩きにくいじゃねえか。夫婦ってこういうもんだべさ。なんと、あの悟空が結婚してしまった。唖然とする仲間たちをよそに、天下一武道会は大盛り上がりで進行していく。第三試合に登場したのはクリリン。彼と対戦したのはピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニアであった。ザコメ、鍛え抜かれた技を持ってクリリンはマジュニア相手に善戦するが、
マジュニアの技量はさらに上を行っており、反撃を受けたクリリン、ダメだ、まい。そして続く第4試合、登場したのはヤムチャと、まるで素人のような、どうもあっさりと勝負が決すると思われたが、シェンがヤムチャを上回るのは当然であった。シェン選手、シェン、そうか、やっぱ神様の圧倒的な武に対し、ヤムチャは持てる力を振り絞るも力及ばず。そうしてここに準決勝を戦う4人が出揃った。悟空、天津飯、マジュニア、シェン、天下一の座につくのは果たして。続く白熱の試合、天下一武道会の勝者は誰だ。大激戦の末ベスト4が決まり、いよいよこれより準決勝最初の試合は天津飯選手対孫悟空選手です。この2人は前大会で凄まじい決勝戦の末にわずかに天津飯選手が勝り優勝しております。果たして今大会ではどうなるでしょうか。よし、さてと、いつやってくっか。頑張るだよ、悟空さん。お、それにしてもまさか神様が天下一武道会に参加してるなんて思わなかったぞ。 This has been City and Gaming. If you liked the video and whatnot, be sure to support by liking and subscribing. All music in this video belongs to the copyright owners and makers and all that jazz. And yeah, be sure to support the official release and be kind to everyone that you can be.Have a good one. Till next time on Dragon Ball.